この歌。先生、おはようございます。おはよう。おはよう。少しは眠れましたか？いや、ぼんやりしていただけた。昨日からいつでもできていない。あんなことがあったんだ。眠れるわけがない。ですね。そうだ。お腹は空いていませんか？先生のお家にあったもので、簡単な朝食を作ったんですけど。あ、勝手なことしてすみません。素直に食べる、おはようございます。では続きやっていきますよ、死神しみどまぎれ。はい、同僚。いやー、なんか同僚にうまく、こう、はめられてね。ミチョもいなくなって、邪魔者がいなくなって、たっていう説もちょっとあるからね。怪しい。お役に立てます。嬉しいです。同僚と共に遅い朝食を始めた。寝不足と疲労のせいで体調は最悪。口に入れて咀嚼するのも一苦労だ。最後はコーヒーで無理やり流し込む。同僚は昨夜、九条館の客室に泊まった。朝、寮に姿がなければ大騒ぎになるだろう。そのことを同僚に尋ねてみた。寮に電話かけ、親戚が倒れたという嘘で外泊許可をもらったし、頭回りすぎっていうのもちょっと怪しいよな。寮長に信用された彼女ならではの荒技だ。そういえば先生、昨日車で話してくれましたよね。時計塔で古い本を見つけたって。あれはどうなりました？ああ、これか。机に置きっぱなしの古い書物を手に取る。中は黒い文字が並んだ普通の書物だ。あの時に見た殺せの文字、その痕跡はどこにも残っていない。死人のミスら幻覚だったのだろうか。眉村にてあつらえる神、はましかみそまり、おやしろは、ロロと中にあり、広神様の社は、トトのなとむしめみもまのしぶぶぶぶばびぶべぼ。読めません。広い読みならできそうだが、内容を理解するのは難しいな。すごいな。でも、死人のことが書いてあるな、読まないわけにはいきませんよね。頑張って、私たちで解読してみませんか？嫌です。古典の成績がいいんですよ、私。少しは力になると思う。そうだ、やってみるか。古典でわかんねえだろ、これは。それから、自分と同僚は古い書物を書いておくと転ぶを見た。だが、疲れた頭では集中力が続かず、作業の進行は芳しくない。隣の同僚も同じなのだろう。何度か船を漕ぎそうになってきた。こげ。それでも分かったことがある。M 村では昔、双柱の神が祀られていたそうだ。方法。一中は、二中、一中か。は、京都市にもあった虫神様。もう一つは、なんて読むんだ、教えろ。虫じゃなくて、神。その二中の神にまつわる特別な婚礼の儀式があったという。これじゃねえか。その儀式は、死人の嫁入りといったそうだ。来るのか。7章。死人の嫁入り。時計を見ると、いつの間にか夕刻を迎えていた。狐の嫁入りみたいな。晴れなのに雨が降っちゃうみたいなやつ。突然、電話のベルの音が鳴り響く。後ろめたい気持ちがあるせいで、受話器を取るのをためらってしまう。ミチョの死体が見つかり、通報を受けた警察官の連絡だってあり得る。M 村商店へ向かうとき、共にいた姿を誰かに見られたかもしれない。確かに。それはあり得るな。出ないんですか？いや、出よう。覚悟を決めるしかない。はい、もしもし。テンションおかしいやつ。私だ、河野枝。屋敷君、今すぐ学校へ来てくれ。これはクライアントとしての命令だ。
いつになく強い。有無を言わせぬ口調だった。唐突だが、要件ぐらい教えてくれ。心当たりがあるんじゃないのかね。衣川くんの件だ。心臓が大きく鼓動した。山か。詳しい話は直接聞かせてもらう。では待っている。急いでくれ。バレたね。まあそりゃ学校に来てないってなったらそりゃピンとくるわな、校長は。先生、顔が真っ青ですけど。校長が未知の案件で話があるそうだ。嘘。でもどうし、死体は消えてるはず。俺はこれから、この江原学園か。じゃあ、私も。ダメだ。ドール、君はここにいろ。親戚の家にいることになっているんだ。学校に顔を出すのまずい。わかりました。先生、どうかお気をつけて。いやー、どうするんかね。疲れ切ったガードを引きずるようにして、離れのガレージへと向かう。チャリンゴー。くそ、どうすればいい。逃げよう。道路の前では何とか隠したが、校長から衣川の名を聞いた時から、全身の震えが止まらない。落ち着け、屋敷和夫。そうと決まったわけじゃない。いや、待てよ。みちおが、もともとみちおの人格が、人格と、死人の人格があってさ、死人の人格がみちおの人格を壊そうとして、ああいうことをしたとか、ないか。車に乗り込むと一度深呼吸をした。そしてゆっくりとイグニッションキーを回す。イグニッション!ズボは。即逮捕みたいな、なったら面白い。この辺学園に着くとチャイムが鳴った。ちょうど放課後を迎えたら遅いな。学校の様子はいつも通りだ。警察やマスコミらしき姿はない。つまり、死体は見つかっていない。ならどうして校長は未知の子、普通学校に来てなかったらそれはそうなるだろう。と思うんだけどね。なんだあれは。授業を終えた生徒たちが、新棟の玄関から続々と出てくる。だが彼らの姿に解放感はない。皆疲れ切った顔をしていた。そして、いる。ついている。その周りには異形の音量がいた。ゴキブリか?だが誰も気づいている様子はない。見えていないのだろう。音量は1体や2体どころではなく、生徒と同じ数だけいるようだ。そして、どの音量も同じ姿をしている。巨大な虫の柱を生やした人の頭を持つ怪物。つまりそれは、ゴキブリと人間のハイブリッドだ。そう、今から俺は、ゴキ人間と呼ぼう。この俺は、生徒にまとわりつくだけで何もしない。しかし生徒の顔色の悪さと無関係だとは思えなかった。彼らが音量に取り憑かれたのだと考えれば腑に落ちる。なぜ突然?エネルギー収集かね。驚きの声を何とか飲み込む。ここでいたずらに騒いだところで、不審に終わるだけだろう。まずは事態を把握しなければ。そういえばダイモンおらんな。え、どうした?いつものなんとはどうした?なんてこったい。今日、保健室へ来るまでにすれ違った。十数人の生徒や教師たち。彼らの背後にも音量が立っていた。一人の例外もなくだ。だとすれば、自分の後ろに。PT か。いっての、で。保健室の端にある洗面台に近づいた。そして鏡を覗き込む。だが自分の背後に音量はいなかった。じゃあ、いっか。自分だけが特別な状況。やはりこれも死人の仕業なのか。どうすればいい?混乱が嵐となって、嵐の中で荒れ狂う。自分にしか見えないこの状況。当たり前じゃねえからな。説明して信じてもらえるとは思えない。くそ!ダメだ。いい考えが浮かばない。だが迷っていても無意味なのはわかる。今はとにかく動くべきだ。まずは学校へ来た目的を話そう。果たそう。教務室で校長が待っている。はい。なんか物語がなんか、もうなんか、ね。ラストというかクライマックス感が出てきたよね、いろんな意味で。はい。さて、レイグがね、もうバックぐらいしかないんじゃない?まあ、暇足買っておくか。何かい?だからもう限界か?いや、違う。8?
蜂もあんの？困ったもんだぜ。とりあえずじゃあ教務室と思いきや生徒が必要。うえ。寄り道献金。教務室へ入ると疲れた顔の校長が待ってきた。そして彼の背後にはあの怨霊がいる。校長がそれに気づいている様子はない。払えんのかね。いや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 、まあまあ嫌だな。やっと来た。さっさと話を済ませよう。昨日より体の具合が悪いんだ。そういえば校長は昨日も疲れを訴えていた。今日の原因が怨霊なら、あの時にはもう疲れていたのかもしれない。今日になって怨霊が見え始めたのは、守備人の力が増しているということか。ん？私の後ろを見、じっと見て、どうした？いや、別に言ってやれ。知らぬが仏だ。黙っておこう。怯えさせても仕方がない。そうか。それで校長、絹川がどうかしたのか。ああ、それなんだがね。昨晩から寮へ帰っていない、帰ってないそうだ。彼女のこと何か知ってるんじゃないのか。さあ、これは。どうする、俺。まあ、結局何にしても言わないって感じだな。沈黙はまた答えない。同僚との約束がある。だが嘘も嫌だ。察してくれ。察せ、校長。そうなれば黙っているしかない。まあ、よかろう。君が問題を起こしたとなれば、君を呼んだ私のメンツに関わるからだ。だがことは生徒の安否に関わる。隠しているなら許さんぞ、屋敷くん。ああ。未知の安否に関わるなら、正直に言おう。だがもう、手遅れなのだ。君が知らないなら、あとは我々の仕事だ。ご実家に連絡せんといかんな。こういう時、坂本くんがおらんと思われるよ。坂本先生は休みな。まか！坂本か？ああ、それも無断欠勤さ。真面目人間の彼女らしくもない。単なる体調不良だったらいいんだ。机にこんなものがあって心配しとる。ほら、読んでみたまえ。渡されたのはクリップで束ねられた5枚のレポート用紙だった。どうやら何かの報告書らしいが。最後の1ページを読み、うなってしまう。これはうまい。これは臨時教師、屋敷和夫を告発するために書かれた報告書だ。自分が教師としていかに不適格、その理由がびっしりと書かれている。主張の軸となっているのはもちろん生徒会の2人との不自然な接近だ。いや、そこはどうでもいいんだ。最後のページを読んでくれ。え？今盛り上がってるとこなのに？なんだ、5枚目だけ様子が違う。感情に任せて書き殴った。汚い文字だ。他ページの丁寧な文字が一変している。声が止まらない。今も頭の中に響く。呼んでいる、呼んでいる。誰かがずっと私を呼んでいる。私はもうすぐ死ぬ、死ぬ、死ぬ。助かるには行くしかない。暗き闇の奥になる本で。ああ、なんと尊い。おきつね結ぶ虫神、神神か。おきつね結ぶ虫神か。べべおぐべべ。つまり坂本が実は死人だった説ある？なんだこれは。虫神、神神。古い書物にあった虫神様と神神様、カビなんだ。この位置、偶然であるわけがない。しかしなぜ坂本がそれを。声が頭に響き、死を迫り、導く。私はあることを思い出したよ。そう、死んだ泉くんだ。彼も似たようなことを言っていた。なんだ、花嫁候補ってこと？乗り移る。けどもう手遅れなんです。俺はミスった。死人に嫌われちまった。ずっと頭の中で響いている。死ね死ね死ねって声が。もう時間がねえんだよ。俺にはまだ死にたくねえ。今度こそ音楽生花子をぶっ殺す。もしかすると坂本くんも死人に狙われたのかも。どうして坂本が。知らんがな。どうしてだと。あ、いつもどうしてばかりだな君は。そいつをさっさと調べて、なんとかするのが君の仕事だろう。君がどんくさいか。どんどん被害が増えとるんだぞ。校長が声を張り上げ、にらみつけ。温厚な彼らしくない月光。これも呪いの影響なのか。いや、単純にお前に怒ってるだけだ。人の命がかかっとるんだぞ。何人も生徒が死んどるんだぞ。無能は理由にならん。結果は全て
この事態は君の責任なんだよ。分かってるのか、屋敷くん。いや、もうなんか、こういうこと言われるとね、大体俺黙ってしまうわ。ふ、そうだよな。言葉も出まい。校長はため息を吐き、肩を落とす。我が祖父の作った学校だ。私が守らなければならない。そう思って頑張ってきたがね、心が折れそうだよ、さすがに。校長、私が欲しいの、事件解決の報告だけだ。こんな会話をしている時間も欲しい。もう行っていいよ、屋敷くん。じゃあな。いやー、だいぶ限界に来てますね。まもなく下校時間となります。生徒の皆さんは今すぐ下校しましょう。調べたい場所はもちろん時計塔だが、今はまだ夕方。扉は閉ざされている。保健室で日が暮れるのを待とう。他にすることないか。生徒会室。まあだ、そうか、誰もいねえわな。悲しいね。生命は、あ、そっか、もう手を引いたんだっけ。今更神道行ってもしゃーないよな。それか。保健室に戻ると一人で夜の訪れを待つ。そうそう、出発の頃合いだろう。果たして時計塔の扉は開いているだろうか。はい、ノックオン。こんな時間に誰だ。あ、ついてる。あ、ついてる。先生。入ってきたのは同僚だった。そして彼女の後ろにも怨霊がいる。苦情館にいた時、怨霊はいなかった。この部屋学園に来たせいなのか、時間が経ったせいなのか、疑念と謎が降り積もっていく。解決されないまま次々と。どうしてここに。この時間なら先生だけだと思って忍び込んじゃいました。強いな、なんか。私も立派な不良ですよ、言うとる場合か。なぜ来たんだ。これから時計塔へ行くんですよね。私もついていきます。怪しい。ダメだ、許可はできない。俺に同行したせいで。みちょ、許しはいりません。勝手についていきますか。これは先生だけの事件じゃない、私の事件でもあるんです。どうりゃ。はい、このまま調査に入るか。はい、オッケーオッケー。なんで一回セーブして。はい、やだな、その後ろ。体の調子はどうだ。寝不足のせいか体が少し重い。でも大丈夫です。行きます。お前はどうにか払えんのかい。はい、いいかよ。バタリーローが、赤い。よし。中には行こう。一回ちょっとね、お参りしてから。あ、なんだ。うん、うん、何から反射した。まさか。今回一発目の歯です。あ、落ちとんねん。よし。ああ、もうお祈りターンはないのに。じゃあ時計塔か。鳥居前っていけるんだよな。はい、ごめんなさい。またここへ来てしまった。針の止まった時計とこの中にミチョ。もういねえだろ。行きましょう、先生。強いな、なんか。ドールどうした、急いでる、焦ってんのか。扉は半開けになっている。つまり今なら中へ入れる。これが死人の意志なんだろうか。ドール、本当にいいのか。ごくりと唾を飲む音が聞こえた。今彼女の心を支配しているの、果たして緊張なのか恐怖なのか。いずれにせよ彼女の視線は前を向いていた。強いだ。覚悟ができています。分かった、行こう。まだいいの、オランダは。
未知の死体は時計塔から消えていた。床には何の痕跡も残っていない。血の跡、あの巨大な虫たちも。先生、やっぱり死人が死体を消して。そうだろうな。未知は。ドールはふらふらとした足取りで未知の倒れていたあたりへ向かう。生きてんじゃねえのか。実はカモフラージュとか。そしてこちらを振り向き口を開く。なんだ、私が死人ですか。あれ、あ、おい、やめとけやめとけ、そのフラグはやめとけ。未知は最高の友人でした。わがままで自分勝手に見えますよね。でも本当は他人思いなんですよ。そう思い、副会長になったのもそう、私を助けるためだったんです。あの子、そんな柄じゃないのにそんな簡単になれるんかね。付き合いは長かったのか。はい、幼稚園に入る前から親同士の仲が良かったんです。私も未知ももう一人っ子だったからすぐ仲良くなりました。お互い兄弟や姉妹に憧れがあって、よく姉妹ごっことかしていましたね。私が頭が固くて小うるさいお姉さん、あの子はだらしないけど優しい妹。消えそうな声で取り留めない話を続ける。とりでもない話言うな。ドリオ本人もきっと自分が何を話しているのか分かっていない。だが今は好きに喋らせてやる。自分はただうなずいているだけでいい。ミチョウとは何でも話しました。趣味、将来、人に言えない悩み、あと好きな人のことなんか。ほう、なんだ。先生、聞いてください。なんだ。ミチョウはね、は、先生が好きだったんです。おい、価値観変動か、これは。なんだ。え、あの子の気持ち気づいてましたか。そんなバカな。いや、このいや、これはもうあえてね。はい、ですよね。あの子は好き嫌いが表に出るから。だが出会ってまだ数週間だぞ。時間なんて関係ありません。きっかけがあるかどうかです。髪の毛か。先生、ミチョの髪を褒めたんですよね。私たち以外にも見える人がいた。あの子にとって運命的だったんです。あー、でも、うん、まあそれはただのきっかけであってさ、真実ではないような気ですけどな。俺は教師、ミチョは生徒。いや、そもそもお前は本当の教師じゃないだろ。そんなにおかしいですか。あ、とても常識的とは言えない。けど、ありえないことではないんですよ。この学校でもう5年前にありました。美術教師、女子生徒の秘伝が。美術部の鹿島麗と広瀬宗介のことだ。未知に聞いたのかもしれない。お互いの立場はどうだろう。憧れが芽生えることはあるんです。恋が実る、実らないとは関係なく。なるほど、憧れか。いくら鈍かろうと、自分も人のことだ。道路の言う憧れの意味くらいわかる。それが年頃の少女たちにとって大切な思いであることは知っている。しかし、自分は大人としてここにいる。そして仮初めとはいえ、今は教師だ。まあ教師だろうとあんま関係ねえけどな。いくらなんでも。高校生だぞ。少女と一緒になって憧れという甘美な言葉で言うわけにはいかない。やはり肯定はできないよ、同僚。そうですか。まあまあまあ、そのうちね。まあ何年か経った後ぐらいならいいんじゃないか。屋敷先生らしくて安心しました。生徒相手に年齢の解除を抱く先生なんて最低ですから。おっと、鎌をかけられていたようだ。同僚がいたずらっぽく吠え、もしかすると試されていたのだろうか。別に受け入れてほしいわけじゃないんです。先生にはただ未知の憧れを知っておいてほしかっただけ。あの子もそれを望んでいる気がします。まあ、まあ好きというか憧れなんだろうな。同僚、あの子の憧れはつぼみのまま花開く前に散ってしまった。急に詩的な表現やめろ。でも今先生に知ってもらえて少しは救われたと思います。ありがとう、屋敷先生。なんだ、価値観エンドはなんだ。この BGM は終わった。先生、これからどうしますか。もちろん死人の正体を追うつもりだ。そのためにはここで発見した書物を解読しないといけない。だったら一度保健室に戻りましょう。二人で頑張れば解読できますよ、きっと。それしかないか。だが自分と同僚の読解力では時間がかかってしまうだろう。もっといい方法があればいいのだ。
ここ。まあ、一回、確認だけしてから行くか。ないだな。あれ？そういえば通る。夏休み中、あ、君の道は時計塔で人形で置かれた祭壇を見たんだよ。だが祭壇なんてどこにもないぞ。私も踊ります。本当か？私たちが来た時はあったの。どういうこと？同僚たちは幻覚を見たのだろうか。はあ。だが人形少女と祭壇の橋は昔の学校新聞にもあったという。皆がみんな同じ幻を見たとは考えにくい。だとすればだ。これも死人の引き起こした霊障の一種なのかもしれない。俺を見ている時計塔と、お、君の見た祭壇のある時計塔。どちらが真実なのかわからないがな、なるほど。え？何？うん？さあ、ニューアイテムあるか？やめろ、思い出した。先生。あ、わかってる。ふん。おらい。おらい。さあ、肌。手に取らんでもわかる、肌。まあここは一つだけかなって感じだな。よし、ここは？ここは？ああ本か。よし、トウヒラキ、古い本のあった上段以外を調べていく。赤やった。鏡や能面、虫食いのひどい織物などのガラクタばかり。壊れていなければ骨董品としての価値はあったかもしれない。出た。来るか。来るか。ハデス。おなじみハデス。終わりか。まあ他はなさそうだな。もう3つ見つけた。ここにも落ちてないか。やばて、今のは鳥居に。いけない。よし、今なら急騰にいけない。ああ、そっか、ここか。まあもうさすがにトイレ行ってもしゃあねえだろうな。うん、なんかあるかな。何もなかったわ。結構前の探索でなんか結構浸透にあった時あったんだよね。落ちたわけじゃないけど、みちほにもらったんだよね。それちょっと録画しなかったけど、録画よし。生徒会室。なんか、うまい方法があれば、とは言ってたんで、まあ、なんか辞書とかね。うわ、怖え、やめろ。どうした、通る。いえ、その、ここにいたらどうしても、みちおのことを思い出しちゃって。出よう。俺が無神経だったら、すまない。いえ、悪いのは全部死人です。調査を続けましょう、先生。ここで調査できる？ないんかい。図書室。さあ、ここに来るのって久しぶりだ。おお。どれは本が好きなのか。小さい頃から暇がさえあれば本を読んでいた気がします。私に他に趣味らしい趣味がなく、だから多趣味な美女のことは羨ましいなって思ってましたよ。はあ。これ以上こうないんかい。ならば興味室だ。なんなら校長残っとけよ、お前は。先生方がいなくて、入ってから言うな。私今日は欠席してますからね。誰か見られたら大変です。欠席以前の話として。君は夜の学校にいる時点で大問題じゃないか。あ、確かに。最近夜に学校へ来ることが多かったから、すっかり麻痺してますね、私。不良か？ないんかい？じゃあ戻る。おい、屋敷。保健室に入ると、聞き慣れた声に呼ばれた。
出た、お前もかい。やっぱりここにいやがった。ばあさん、あんたの予想通りだった。お前もかい。こういう勘なら任せちゃう。でも大丈夫か。お前自分で気づいてねえのか。霊能力者よ。ました、安岡さん、でっかいゴキブリがついているぞ。不条館に連絡電話したけど、けれど誰も出ないんだもん。心配したのよ、屋敷さん。ち、世話かけやすさせやがって。はい、台の後ろにも怨霊がいた。この矢学園の人間だけではなく、事件に関係したものは皆標的なのか。そのひどい面、何かあったようだ。さっさと報告しろ。余すことなく全部だ。それは言うしかないでしょ。先生、ダメ。言ったら先生は、あなた生徒会長の同僚さんで、私たちを信じてちょうだい。屋敷さんは私たちの友人、裏切るような真似はしない。屋敷、貴様は軽犯罪のオンパレードだ。調査中の不法侵入、道路交通法違反、窃盗、数え上げれば両手の指じゃ足りん。今さら何が出ても驚きはしない。焦らず、じらさず、さっさと行っちまえ。でも、殺人なんだか。軽犯罪じゃないんだ。わかった。話そう。俺は何としても事件を解決したい。二人の力を貸してくれ。過去に起きた死人のたたり、時計塔での古い書物の発見、未知を殺したこと、同僚の協力、突然現れた大量の怨霊たち、昨夜から今夜にかけて起きた出来事、何一つ包み隠さず話した。お前たち二人にもいる。ち、マスカラ、キョロキョロしろ。屋敷、貴様が殺しとは、おい、やめろ。先生、悪くない。死人に操られて。心身喪失だろうと。殺人は殺人だ。刑法199条。人を殺した者は死刑。または、無期もしくは5年以上の懲役となる。ああ、ありがとう、説明。手錠があれば貴様にかけてるぜ。でもお前は警察じゃねえだろ。そうだろうな。だが、一つだけ言っておく。法が適用されるのは、害者が人間の場合だ。どういう意味だ。とぼけんなよ。わかってんだ。犬川美智は、死人の可能性がある。やはりな。何を言っているんですか。美智は死人なわけ。そうか。俺には相当臭く思えるけど。屋敷への不自然な接近と行為、死人にそっくりじゃないか。え、やめてください。あの子の憧れをそんな風に言わないで。発言には注意しろ、道路姫子。貴様も死人の容疑者なんだ。屋敷へのアプローチという点で、貴様と絹川美智は共通している。もうたくさん、ひどすぎる。まあまあ、自らね、嫌われ役を買って出てんだろうけど。同僚が真下を睨み、肩を震わせる。今にも飛びかかりそうな気配だ。黙っているか。いや、ここは同僚を止めよう。同僚、落ち着いてくれ。この男の相手は俺がするから。わかりました。じゃあ、屋敷、俺からの提案だ。絹川美智の正体を洗え。白か黒かはっきりさせる。おん。だが美智はもう。星が消えようと証拠は残る。ガサ入れだよ。家宅捜索だ。死人の痕跡があるかもしれん。おい、絹川はどこに住んでいる。学校のすぐ近く。近くにある学生寮だ。どうよ、君も同じ寮だった。はい。寮に詳しい君がいると助かる。手伝ってくれる。お、大丈夫か、バレるぞ。ヤシ先生、マスカ。未知を疑っているんですか。いやー、これは正直俺は疑ってるよ。疑ってる。でもね、疑わないために疑ってんだよな。疑いってそんなもんだろ。疑問に答えるんだよ。そう。わからない。それはわからない。だから確かめるんだ。承知しました。うん。未知の部屋の調査、協力します。私はあの子の潔白を信じているから。なぜなら私が死人だからとか言うなよ。助かる、同僚。ねえ、屋敷さん。その音量だけど、あなたにはしっかりと見えてるの。お、どうした？ああ、安岡さんの後ろにもいる。やだね。そう。昨日から妙な感覚あったけど、そういうことだったとはね。あなたにだけ見えるのは、死人の花婿だからなのかしら。こいつらは何なんだ？おそらくだけど、死人の呪いが具現化し、
負傷化したものでしょうね。これも赤い光と同様、変貌した死人の影響なのかもしれない。あー、参列者みたいな？なんなら、どの怨霊も姿が一緒なのは同じ呪いから生まれたせいかしら。あり得る話だ。しかし、体の一部が虫になっているのはなぜだ？虫といえば、かつてこの地で祀られていた虫神様を思い出す。虫神なんじゃねえの？エム村の土地神たちの死人、やはり関係があるのかもしれない。安川さん、こいつを放っておくとどうなる？わからないわ。でも予想はできる。怨霊に疲れた者は衰弱していき、遠からず命を落とすでしょう。私はそんな例を何度も見てきた。そんな、このままだと、生徒、先生も、みんな死ぬ。どうにかできないんですか？お祓いやお清めは難しいわね。数が多すぎる。そうなると、霊たちの主である死人を消滅させるしかないよ。厄災の原因である死人、彼女が消えれば、すべては元に戻る。まあ本当に彼女かどうかはちょっとわかんねえぞ、これは。とにかく状況は急激に悪化している。被害も広がってしまった。だがやるべきことは変わらないようだ。安岡さん、あんたに頼みたいことがある。バッグから古い書物を取り出す。お、そういえば、こいつの解読はできないか。昔この地にあった M 村に関する書物だ。死人のことが記されているかもしれない。白色なあなたなら読めるような。読めるような。え、わかった。あなたたちが帰ってくるまで、できるだけ読み解いておくから。頼むぞ。では、学生寮へ向かいましょう、先生。寮は学園前のバス停の向こうにあります。なるほど、オッケー。はい、オッケー。うん。オッケー。じゃあ、セーブしよう。はい。そんなわけで、じゃあ次、学生寮で、ね、ガサ入れしちゃいましょう。ということで、また、やっていきます。バイバイ。